こんにちは、大好きともとくん、まちゃん大好き姫がお送りするエアマルチマッタリマインクラフト。撮影日は1月16日1時44分です。ちなみに、16日から、おそばになります。いやー、今日は一日ストーブに振り回されていたよ。ちなみに姫の方ですが、熱が出ているそうなので、お大事にね。あれかな、もしかしたら早晩遅番の切り替えに合わせて姫の方でも切り替えようとして体調崩したとかかも。そうだったら申し訳ないな。大丈夫かな。で、髪で手を切ったって言ってたからね。大丈夫かね。まったく髪目。俺の大事な姫に手を出すと何事か。髪の分際で。まったく。いやね、ストーブなんだけどね。昼間つけてたんだけどさ。寒いなーって。全然温まんないなと思った。ブズンっつって消えた。え、なんで切れたと思って。エラー13ってエラーコード13っていうのがずっと出ててね。毎回切れるたびエラーコード13って言うんだけどさ、多分温度調整で一定量の温度が室内気温がある程度安定してきたらさ、そこで火力を緩める的なのをすると思うんだよ。すると思うっていうか、してると思うんだけどさ。ストーブのファンヒーターの方でね、してると思うんだけどさ、多分その調整の瞬間に不完全燃焼を起こしてしまってる。エラーコード13というのが不完全燃焼なんだよね。見た。そう、それはもうだいぶ前から言ってます。俺が買ったやつじゃないんだけどさ。そう、すぐエラーっつって。寒いからなんならずっとついててほしいんですよ。消えちゃうわけ。換気してくださいって言うんで消えるならさ、まだわかるけどさ、温度が一定量になったし、時間も結構な時間ついてるから、そろそろ消した方がいいんじゃないみたいな感じで消そうとするけどさ、そう、変な機能ついてんで、2時間だか3時間ついてたら消えるっていう。まあ確かに逆にその状況ならね、つけたまま家を出てしまっても、まあ、しばらくすれば消えるっていうあれがあるから、安心じゃ安心だけどね。使いづらい、ほんと使いづらい。皆さんはで、まあ灯油という燃料を入れなくちゃいけないし、おはようございます。燃料の入れ替えもめんどくさい。そうで、電気ストーブ使ってたけど、電気ストーブは電気ストーブで消費電力が激しすぎて、うちではちょいと使えないというか、うちには合わないいう状況ね。なんてこったいっつって、よいしょ。ねえ、嫌になっちゃうわ。ちょっともうちょい取り増えてくんないかな。豚牛羊をこっちで増やさない分、取
それをガンガンこっちで増やしていかないと、ね、そうしないと種の消費が間に合わなくなる、溢れ返ってしまうよ。今からもあのチェストを空にするぐらいの勢いで種を使っていかなくてもいけないのに、仮にその勢いで畑を作ったとしたらその倍以上の種が出てきてしまうからね。はよいしょ。いやー、あ、なるほど、こう来てこのままここを通路としてこうやって通るんじゃない、もしかして姫、うん、通路の横を動物たちが いるみたいな、うん、通路の横に動物たちがいるみたいな、そういう感じなんじゃない、もしかして。よいしょ、ほい、足に落ちた上だ、さらにも落ちた上だ、2段下だったんだ、さらに倍率ドーン、回ってる、よいしょ、ポンポンターンエンド、いったん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 センセンタダダーン、いいところまで鳴らしてしまった、こうこういうことですよと、ちょっと大量の砂と砂岩を集めてこないで、ね、いるとしてもさ、
そんなピピピピ言うようなやつじゃなくて、ね、リモコンとかついててさ、1時間操作しないと切れるとかのが良くない？だとしたら逆に勝手にスッと切れててほしい。あ、切れてたぐらいでいいわ。寒いと思ったら切れてたわでいいわ。ビビビビになってそろそろ切れますよ、どうしますかどうしますか、確認を何回もされるよりも全然いい。そんなことぜひ、よいしょ。姫の方からねコメント来まして、パーツです。ナンバー933ね。アンドレッドライブ。ほっとして。レッドライブというのは、ブローキャス。とりあえず、生配信した動画を再生リストでまとめるときに、タイトルどうしようってなっちゃって。ライブ、普通に最初、ライブって入れてた。なんかなと思って盛り上がりにかけんなと思って、再生リストからさ言ってしまえばね、そういう普通のゲームのやつだったらゲームのタイトル入れちゃうんだけどさ、そういうんだとさちょっとね、ライブっていう言葉入れてる時点であれだけどさ、よくさミュージシャンのライブとかさ、まあ、なんか何々公演とかさ、うん、タイトルついてるじゃん、ライブ自体に、まあ、ライブ自体っていうかアルバムの名前なんだろうけどさ、大概何かしらの名前ついてるじゃん。そんな感じでね、なんか欲しいなと思ったけど、いやシンプルにもうレッドライブでいいやっていう、うん、レッドボタンがお送りするライブ配信レッドライブ、うん、シンプルの方がいいんじゃないかって、変に凝った名前をつけてもね、それミュージシャンのライブだから、うん、ミュージシャンのもうこれはライブだっていうのが分かるわけじゃん。いついつライブやります、タイトルは何年ですっていうね、そういう感じよってなってくるとさ違うじゃん、うん、俺が例えばなんか変なガーネットとかさパッと赤いものって言うんで浮かんだろ、ガーネットってトマトガーネットみたいな、うん、ライブのタイトルねにしたとするじゃん、いちごガーネットとかストロベリーガーネットとか、いいな、ストロベリーストロベリーガノフみたいな、ガノフってやんだ、うん、まあそういうタイトルにしたとしよう、わかんないじゃん、何この再生リストってなっちゃう、うん、だからレッドライブにしようということでレッドライブにしましたね。で CODPO3 この間もお話、この間っていうか前回お話ししたと思うんですけど、今日ですね、2本ほど撮りました。うん、1本撮った結果、あれ、ちょっと待って。今からこれガンゲームやって、もし終わんなかったらどうしようと思って。そうなってくるとだいぶ時間が食っちゃうなと思って。1時間も超えてるもんな、このないライブってなって。だとしたらもう1回区切っちゃって。うん、2本目という形でね。前半後半じゃないけど、そういう感じに分けてやっちゃえばいいんじゃないかと、うん、いうことでね、まあ、分けて撮ったんです、うん、結果的に2本撮りになったという感じでね、やっぱガンゲームは面白い、ね、結論、うん結論はガンゲームは面白い、何があったかは、気になる方がいらっしゃいましたらどうぞご覧ください。一応再生リストも下の方に貼ってあると思うんで、
概要欄の方に貼ってあると思うので、よろしかったらそちらからどうぞ。ジャックさんを無視して一回ね、階段の方段数がまあ今は合ってると思うんだ。あ、とりあえず片方だけでいいから上まで行っちゃおうか。例えば A チーム3人いましたと。で、B チームが2人です。ってなった時にさ、まずその状況下です。振り分けるとしたらさ、もう1人振り分けるとしたらさ、今なんつった?A チームが3人、B チームが2人だとしたらさ、振り分けようとしたら B チームにもう一人入れるし、で B を3入れたのが A チーム、勝てちゃうじゃん、パワーバランス崩れちゃうじゃんかつって、なんだよこれつって、そうすごい融通が効かないんで、びっくりした、私はびっくりした。そうだね、うん、違うか、違うかな、違うな、さっきのでよかったな、プン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 、うんうん、こっちのジャックさんは間違ってる。よいしょ。まあね、あとは、まあ、最上級の強さの敵のレベルでね、コンピューターのレベルでやってたんだけど、まあそういう設定なんだねって思っちゃった。というのも向いた瞬間もう、うん、向く前ぐらいにもう打っちゃってんだ。なんなら向く前に打ってるから外れてるぐらいの勢いで来てんの、敵のコンピューターの射撃が。で、強さの設定が多分そう違うんだよね。コンピューターのなんだろう、立ち回りのうまさってよりは V
武器の強さと撃つまでの速さでなっちゃってるみたいな、そういう感じなの。すごい、あ、そうなんだって、ちょっと残念な気持ちにはなったね。うん、そうなんだ。だって長いこと FPS をやっていなかったからさ、うん、なんならベテラン全然勝てねえぐらいじゃないとさ、ダメなのにさ、勝てちゃう、勝てちゃうっていう残念な状況で、よいしょ、どっちだ、うん、まあでもそれでもね楽しいかな。はい、撤収、こちらです。ここは最寄りの坂です。まあね、ここでベテランが弱いっつって設定がね、ベテランが弱い的なことを言っちゃうと、へえ、じゃあちょっとやってみませんかみたいな、うん、なられてもね、挑まれても、挑戦を挑まれても確実にフルボコになる、見えてるか、かつハンドガンを使ってるから勝ててる感が半端なかったからね、それはねこっそり検証してたんだ。うん、ハンドガンだから勝ってんじゃないかっていう、うん、だってハンドガン強いもん普通に。射程が短いってだけです、普通に強い武器なんだよねハンドガンって。攻撃力高いし、レートも高いし、うん、まあ指切りしたいってところもあるけど、だいぶ連射性がね高い武器だから、そう、敵の攻撃を一発避けるところから始まる、もしくは撃たれる前にやるっていう、そういう感じ。こんな高校に置いてたっけ、そんな連立してたっけ、2マス置きぐらいじゃなかった、2マスだよね、うん、まあそんな感じでね、はい、1、2と、おっ、今早期回、本当にすごく具合が悪いです。こうだね、おや、うん、合ってるね、大丈夫だ、行け行け、これで左右が完全な対象に、いや、ほぼ完全な対象に、こことあそこが違う、うん、違い探し状態になっちゃってるから、その辺の修正を施して初めて成功と言えるでしょう。ついでにここはさ、なんかいい感じに畑にしてもいいかもね、こっちスイカ、かぼちゃ系、人参、じゃがいも系みたいな感じで植えていくのも面白いかも。もしくはキノコ、屋根がなかった、
まあまあまあ COD の話はこの辺にしまして、君がねせっかく熱がある状態でコメントをくれてるんで申し訳ない、話に熱が入ってしまった、うまくない？よいしょ、これはなんだい、まあなんか下の目印っておいたんだろうから取っておこうか。スキンの件、服のスキンの件ね、マイクラのこの服装の件、トモさん自分のデザイン案はないの？作るの好きじゃん、自分でお作り。なので一応この話は正式にお断りするね。ですが意見でなら協力するね。断れちゃった、ありがとうございます。案がねなってんなってん、まあパーカーが好きだからパーカー風に、ていうかもう真っ赤じゃなくて、ふと思うのは普通の俺の着たい服装的な感じ、というのも赤い上着っていうのはなかなかないんだよね世の中には。あるよ、あるけど赤いパーカーっていうのがさ、見たことある？あるだろうけどさ、意外とない。あるんだけど意外とない。そう、赤いパーカーって島村とか置いてないから、ほぼ赤いジッパー、チャックが赤いとか、なんだ、内側の裏生地が赤いとか。犯人が2人いるな、あの人とこの人、なかなかないんだよね。だから赤いパーカー、上着、ズボンは黒、靴は赤っていう風にしたい感はあるんだけど、でもリュックも赤いのが欲しい、まあ、リュックは赤いのを背負ってるからって考えると、上着が黒、リュック赤、ズボン赤、靴黒的な流れ、まあ、もしくは上着ブラウン、濃いめの、レッドブラウン的なのでもいいし、赤茶色みたいなのあるから、割と赤茶色です、まあスキンは考えておきます。断れちゃったしね、でとりあえず一回作ってみよう。で作ってみて、その時にね、また姫の方に聞いてみて、こんなイメージで作ったんだけどどうかなっていう、ただその作った結果、俺がすごくお気に入りだった結果、お気に入りになった場合、すごくお気に入りになった場合は、で終わると思う、いいでしょって言ってでもここはこうだからこうし、どうしようかねみたいな感じで聞く場合もあるし、すごくいいのができちゃったっていう場合もどうって終わると思う。わかんない、そんないいアイデアが出るとは思えないで一応姫が考えたバージョン、ナンバー1000に向けてのやつね、ナンバー1000に向けて祝賀用スーツ、持ち赤色ベース、つまり赤いスーツを着ると、それが過ぎた、ナンバー1000を過ぎたらスタイリッシュなバトル系、バトルスーツ系、最終的には王子系や貴族系もいいかも。どうですか、使えそうなのがあったら参考にどうぞ、検討中での意見協力なら多分できると思う。それでは頑張ってね。例えばスタイリッシュなバトル系、どういう風にしていくかっていう、スタイリッシュとは何かっていうところもある、そう、なかなか難しいところでもあるけど、書
仮に貴族系とするとしてどこの国をモチーフにするかとかね、そういうのもぜひ姫のご意見を協力してほしいね。そうね、貴族といえどもなんだろう、プレイステーションホームですってやった貴族の服装もあるんで、なんだろう、帽子に羽がついてるようなさ、キザな戦士、戦士っていうより剣士っていうか三銃士みたいな、そういう感じの貴族イメージ、帽子かぶって、帽子っていうかハットかぶってね、羽つけて帽子にね、でかっこいいなんかスーツ的なやつにマント的なのもつけて、で腰からね剣、剣あるいはレイピア的なのをぶら下げているみたいなね、そういうのかっこいいよね。ただそういうのをやるとなると、俺が使ってるソフトじゃダメなのかな、スキン作成する、腰から刀を、刀であったりレイピアであったりをこう下げてるような作りってどうやってやるんだろうね、なかなか難しそうだね。ドットでそれを表現するっていう、スタイリッシュなバトル系か、ワンピース、ワンピースでスタイリッシュの服装か、スタイリッシュはスタイリッシュなんだけどさ、麦わら帽子に細い短パンで草履って違うじゃん。ただゼロ、エピソードゼロだっけ、なんだっけ、 Z だ、ごめん。ゼロじゃない、 Z ね、Z 先生ね、あの時の服装、赤い服装、そう、あの時は赤い服装なんだよ。そうだからバトルスーツ、パイレーツオブカリビアンも好きだし、そういう海賊系の、海賊系と、まあそのバイオム騎士ワンピースの見ながら作ると思うんだけど、まあそういう系で行くか、あとはジャンプ系、銀玉とかさ、で銀さんの服装も作ってるんだけどさ、それはアウトだ。銀さん風っていう、言うかもはや風っていうのもつけるのもおこがましい、ただの白い着物だ、着物ですらね、着るもの、白い着るものにちょっと青い何かが入ってる的な、そういうであって、銀さんじゃねえ、銀さんじゃねえんだって考えると、なかなか難しいね、バトル系。あとは割と好きなのが僕のヒーローアカデミーね、の主人公イズク、デクイズク、デクイズクでいいんだっけ、デクデクは違う、デクって呼ばれるだけでイズクか、イズクのブーツが好き。ピンポイントだけど、赤いんだ。でデザインもなかなかいい感じのブーツ、あのブーツ欲しいなって思った、正直。そうね、ただマイクラでブーツ系を表現するのはなかなかに難しいと言いつつ、前はブーツだったんだよな、よくよく考えたら、そうだ、前最初ブーツだったんだ、ブーツ履いてた俺、そう、ここら辺までやって、そのデータ確かまだあるわ、それに戻すっていう手もある、ワンちゃん泣きにしもあらずなのではないかな、どうだろう。
はい、よいしょ、どうだろうね。これちょっと、あ、そっか、え、でも反対側のはさ、あ、そっか、全部前向いてんのか、そっか、じゃあいいや。あっちは王国、こっちはあっちの村的な、あの動物的、動物小屋的なのを眺めている。ほい、八の字を確か意識していたはず。ここ、じゃあそこ置いちゃうのまずいね。こうして、昔のモニュメントっていうか、ここもなんかね、池っていうか儀式できそうな感じだ。あれ、バトルスーツ系も面白そうだね。バトルスーツ系だね、いいね、バトルスーツ系。まあ、てか、うん、全部いいね。祝賀用のスーツ、ただ祝賀用のスーツもなかなか難しいね。スーツというものあまり着ないから。おはようございます。成人式、高校の修学旅行、結婚式でしか、うん、まだ3回しかスーツ着てないから、人生で、うん、スーツ、祝賀用のスーツ、真っ赤なスーツ、真っ赤なスーツで白いネクタイ、うんだね。ほっぺのピンクは、あ、ないんだ、そうだ、うん、赤いスーツ、白いネクタイ。この真ん中の赤い部分を白くしてポケットなくせばいい感じにならない？これ、あの真ん中の赤い部分を白くしちゃってさ、うん、ズボンはちょっとあの変なマーク、一応ポケットをイメージしたそこに線が入ってる、変な斜め線、ズボンのこの斜め線ね。ポケット、そのポケットはちょっとなくして、背後も後ろのポケット2つ外して、あ、ポーチも外してね、うん、ってやれば割と赤いスーツは簡単なのではないかな。うん、あ、でもネクタイ中にしまおうか。そうだね、その赤い部分を、あ、そっか、一応この状態で赤いスーツじゃなくて赤いワイシャツを着てる風に、いや、一回白くして、確か上のブラウザの方で作るやつだと、この上に、この服装の上にさらにもう一個装備するみたいな感じで付けられたから、こういう感じにしちゃって、上着でちゃんとスーツを着てるっていう風にすれば、こういう風にこういうところでこうやってズームにすれば、いやいや内側とか見えたりするからね、そういう作り込み要素ありの祝賀スーツでもいいかもね。うん、とりあえず見たいと思います。で、そっからのバトルスーツ、バトルスーツか、ズボンはカーゴパンツがいいな。もちろんブーツいい、上着は、うん、半袖かな。ワンチャンさ、若干 FF っぽくしてさ、左のズボン半分短パンで、右のズボンは長ズボンみたいな、ティータ風にして、ティータ好きだったから、やめよう、うん、
半袖、右腕半袖、左腕長袖みたいな。逆だな。いや、まあどっちでもいい。両方とも外れていいや。七分丈、五分丈ぐらいの中短パンだ。いや、デザイン難しいな、バトルスーツ。まあね、この辺は姫と協力しながらちょっとずつやっていこうと思うよ。 DM でね、今こんな感じで作ってるんだけどどうかなみたいな送るんで、その時はよろしくねというわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方、下のコメント欄もしくはスクドット FM までよろしくお願いいたします。以上、かですきともとくんまちゃん大好き姫がお送りいたしました。まあね。